検察者は小杉賢治による日本の小説。小説座るにて1992年4月号から8月号まで連載されていた。日本の小説の題材として検察審査会が取り上げられたのは本作が初めてである。検察審査会が世間一般に注目されるようになったのは1990年のオスタカさん日光ジャンボ喫墜落事故の一件と言われており、 作者自身もその事件での検察審査会の活動に興味を覚え、本作に取り掛かるきっかけを得たという。これまでに小説の題材として扱われなかったのは、検察審査会での議決に法的拘束力がなく、小説の題材としては盛り上がりに欠けるからかもしれない、と、インポケット1993年3月号の対談で述べている。なお、 2009年5月21日に施行された法律によって検察審査員が二度基礎相当と議決をした場合には法的拘束力が発生することになった。本作以降は佐野陽のような検察審査会の午後などが書かれている。会社員の男性が管理者研修での丹田登山で負った怪我が原因で死亡してしまう。厳しい教官たちからしごきを受けたことに起因すると 考えた警察は、この事件を集団暴行事件として、捜査を開始する。しかし、担当した検察官は、暴行を加えた関係者を不起訴と判断する。しかしその後、不起訴処分を見直すべきとして、死後期事件は検察審査会での審議の対象となる。同じ頃、都内で自殺を偽装した殺人事件が発生する。警察は、一人の男を、 容疑者と断定し、事情を聞く。そして、ついに自白を引き出したが、検察官の気流は、どことなく、納得がいかない点があった。関連性がなかったはずの二つの事件が、思わぬところでつながりを見せる。メンバーは11人、任期は6ヶ月、半数が3ヶ月ごとに改選される。ありがとうございます。